ロレンツォ・ジェラーティ、ロレンツォ・ジェラーティ、1824年1月26日から1895年5月18日は、イタリアの画家である。風景画を描いた。フィレンツェで生まれた。父親は彫刻家で、母親はハリコであった。フィレンツェの美術学校で、ハンガリー生まれのマルコーカーロイの弟子になった。風俗画も描いたが、主に風景画を描き、 フランチェスコ・サベリオ・アルタムーラやセラフィーノ・デティボリとトスカーナの村、スタッチャの風景を描き、それらの画家はスタッチャ派と呼ばれた。また、死のマルコーの息子たち、父親と同盟のマルコー・カーロイやマルコー・アンドラーシとも活動した。フィレンツェの芸術家たちの溜まり場であったカフェ・ミケランジェロに頻繁に出入りし、このカフェから生まれたマッキア派の画家たちとも交流したが、 マッキア派の異なるスタイルを追求したとされる。署名のない多くの作品が、後に、ジュゼッペア・アッパーティやラファエロ・セルネージ、オドアルド・ボラーニの作品とされるなどして、ジェラーティの作品の全容は明確になっていない。トスカーナの旧市子さん、ドメニコの食堂のフラ・ンジェリコ・フィレンツェの風景。ありがとうございます。